2024年度の護衛艦加賀は、アメリカでの F-35B 戦闘機認証試験が残されており、現在も数々の艦内試験を実施しているところだ。そんな中、驚異的な甲板散水試験の情報を入手したので、詳しく見ていきましょう。2027年には、改修工事を完了させ、いよいよ動き出すわけだが、その前に、新田原基地で、2024年度 F-35B 戦闘機部隊が動き出す。護衛艦伊豆、もも、艦首四角へ魔改造を開始、2030年代になると自衛隊が強化されてきますね。トマホークも技術支援開始です。2023年12月29日、海上自衛隊第4護衛隊軍の公式 X において、11月に1回目の空母化改修工事を完了させたヘリコプター搭載護衛艦加賀における甲板散水装置の試験の様子を撮影した画像が公開された。そこには、航行中の加賀の飛行甲板上に設置された多数のノズルから、大量の海水が噴出して甲板を洗い流す様子が映し出されていて、甲板上には虹がかかっている綺麗な画像が話題を集めている。この甲板散水装置とは、放射線、生物、化学物質などの CBRN 攻撃を受けて汚染された艦艇において、それらを除染するために、甲板に多数設置されているノズルから、海水を大量に噴出させて、汚染物質を物理的に洗い流す装置のことであり、海上自衛隊の護衛艦では、1950年代に建造された綾波型護衛艦 DDK 以降のすべての護衛艦に搭載されているものだ。また、民間のフェリーなどでは、車両搭載甲板などに散水装置が設置されているが、あれは火災が発生した際の消火用のものであり、護衛艦における甲板散水装置とは、その主たる目的が違う。もともと、加賀は、23中規模に基づく2012年度計画において、白根型護衛艦の2番艦、クラマの代替艦として計画され、19500トン型ヘリコプター搭載護衛艦、出雲型の2番艦として、ジャパン・マリン・ユナイテッド横浜事業所磯子工場において、2013年10月7日に寄港され、2年後の2015年8月27日には、命名・進水式を挙行し、2016年8月5日に竣工して、公試しが開始され、寄港から3年半後の2017年3月22日に、呉基地を母港とする第4護衛隊軍第4護衛隊に編入された。空母化改修前の加賀を見ると、前の型の日向型と同様の全通飛行甲板を持ち、艦橋が右舷側に寄せたアイランド方式を採用し、2本ある煙突も上部構造物と一体化されて、右舷側に寄せて設置してある。この2本の煙突の間には、洋上で、他の艦艇に燃料を給油する必要が生じた際に使われる臨時燃料移送装置が取り付けられているほか、艦橋後部には、飛行甲板上のヘリコプターの発着艦口を管制する航空管制室が設置されており、かつ、5機のヘリコプターが同時に発着艦可能で、艦載機としては、SH-60J、K 哨戒ヘリコプター7機、および、MCH-101 輸送ヘリコプター2機など、最大で、14機のヘリコプターが搭載できる。出雲型護衛艦は、現時点で海上自衛隊最大級護衛艦であり、艦隊は、太平洋戦争当時の旧日本海軍が運用していた正規空母、蒼龍や飛龍の基準排水量や全長でも上回っていて、同じく、戦争当時のアメリカ海軍主力空母であった、ヨークタウン旧正規空母と、ほぼ同等で、現代世界で運用されている軍艦の中では、イタリア海軍の軽空母カブールやスペイン海軍の強襲揚陸艦兼軽空母フアン・カルロス1世などが同等規模となる。飛行甲板の下の第2甲板には、司令部区画や居住区画に加えて医療区画なども設けられており、その下にある格納庫はヒューガ型と比較すると、一層多い3層分が使用されており、底面は第5甲板で高さが十分に確保され、格納庫の下の第6甲板は応急甲板とされ、そこから下には隊員居住区、食堂、機械室、発電機室などが設置されている。飛
交換板と格納庫をつなぐエレベーターは、ヒューガ型と同様で、前後2機が配置されているが、ヒューガ型では、前後両方とも飛行甲板上にあるインボード式を採用しているのに対して、出雲型では、後部エレベーターが、右舷の環境後方にデッキサイド式として設けられている。この構造は、イタリア海軍の軽空母カブールと同様の装備方式を採用していて、全部のインボード方式のエレベーターは、長さ20メートル、幅13メートル、後部のエレベーターが、長さ 15M、幅 14M となっており、それぞれ電動油圧制御方式によって作動し、その耐荷重は30トンとされている。デッキサイド式エレベーターは、波の影響を受けやすいほか、岸壁に横付けする際の障害となる場合があるといったデメリットがある一方で、エレベーターから、はみ出す大型機であっても搬送可能というメリットもあり、出雲型で、このデッキサイド式のエレベーターが採用された理由は、将来的に、ヘリコプターより大型となる固定翼機の艦載運用を想定したためと言われていた。武装に関しては、ヒューガ型が、単艦でも、相当の戦闘能力を保有していることと比較すると、低めに設定されていて、多機能レーダーやソナーなども簡略化されており、固艦防御用の近接防空システム、シウスである、高性能 20mm 機関砲が2機と、近接防空用艦対空ミサイル、キンザム、リム116、シーラムシステム2機と、最低限の防空火器を搭載しているのみである。これらの仕様は、出雲型護衛艦では航空運用機能が増強されていて、艦隊中核のプラットフォームとして運用されることが想定されていることが理由で、イージス護衛艦の金剛型、アタゴ型、マヤ型や、秋月型など防空能力が高められた護衛艦を伴う艦隊として運用されることが大前提とされているからである。現在のところ、出雲型護衛艦の空母化改修工事は、出雲と加賀は、それぞれ5年に一度実施されている定期検査を利用して実施されることになっているのはご存知の通りだ。当初、出雲の2020年度の定期点検において、搭載される予定の垂直、短距離離着陸機 F-35B ライトニング2戦闘機の発着艦を実現化するための甲板の耐熱強化や電源設備の設置などの改修が行われた。それに加えて、F-35B を安全に運用するために必要とされる台形状の監視形状を、アメリカ海軍の強襲揚陸艦のような四角形に変更する改修工事や、艦内区画整備などは、次回の定期検査が予定されている2024年度末の改修工事で実施される予定となっている。加賀については、2021年度末からの定期検査時に、一気に大規模な改修を行って、出雲より先に空母化改修を完了する予定となっていたが、空母としての艦内区画や、搭乗員の待機区画の整備について、さらに検討が必要であることが発覚したため、アメリカ軍の協力によって検証実験などを実施した上で未運用する際の人や物の動線を細かく検討することとなった。それに伴い、艦内区画の整備に関しては、2026年度末からの定期検査に合わせて実施することが決定し、出雲と加賀の両艦が、共に空母となって誕生するのは2027年以降となる。2021年10月3日、一足先に、飛行甲板の耐熱処理や発艦用のライン引きを完了させた出雲において、アメリカ海兵隊が運用している F-35B×2機による発着艦試験が実施された。その試験の様子を伝える動画も一般公開されていて、四国沖の太平洋を航行する出雲に対してアメリカ海兵隊岩国基地から飛来した2機の F-35B が耐熱舗装が施された飛行甲板上のヘリコプター発着艦用の第4、第5スポットに垂直着艦を成功させた後、岩手方向に移動して短距離発艦にも成功し、太平洋戦争後の日本の護衛艦において記念すべく、初めての固定翼機の発着艦となった。完全空母化した出雲型護衛艦で運用される F-35B は、2020年度以降、毎年取得予算が計上されていて、航空自衛隊では、最終的に42機を調達して、宮崎県の航空自衛隊新田原基地に配備することにしており、将来の期待も膨らむばかりだ。
世界の国々の中で潜水艦を戦力として採用、配備している国は2024年時点でも40カ国ほどではないかと考えられているが、全体で200を優に超える国が存在する状況を思えば、ごく限られた国が運用する兵器とも言える。地理的に自国が位置する環境が内陸という国々もあるため、すべての国々が、すべからく、潜水艦の取得と運用を志向しているわけではないとはいえ、かなり特殊で贅沢な装備品だと言っても過言ではないだろう。そうした中で、日本は、四方を、領海と排他的経済水域に囲まれた島国という、地理的な環境下にあり、海外の国々との交易の大半も、この海上交通路を通じて行っているため、その防衛の中心に潜水艦隊を据えている。日本の海上自衛隊は、2024年現在は、22隻体制の潜水艦隊を有しており、これは、かつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略に定められた体制であり、この枠外にも、2隻の練習用潜水艦を置くなど、実質的には、さらに厚い戦力を有している。日本は、1945年8月の太平洋戦争の敗戦の後、アメリカを中心とする連合国から、潜水艦の保有を禁じられていた時期もあったが、旧ソ連陣営とアメリカ陣営との間で、冷戦構造が激化したことで、再度保有が解禁された経緯を持つ。そこで、日本は、北の宗谷海峡、津軽海峡、南西の対馬海峡を通過して、太平洋へと進出を企てる旧ソ連の潜水艦の行動を阻止するため、その監視任務を行う潜水艦の配備を、アメリカの要請もあって再開したと言ってよいだろう。当初こそ、アメリカが、第二次世界大戦中に建造した、ガトー級潜水艦の譲渡を受けて、潜水艦隊を復活させた日本の海上自衛隊だったが、1965年に就役させた、大潮から国産化を再開。ここから、今まで、建造技術の継承を続けている。この、大潮は、三菱重工業者の神戸造船所が建造を行った潜水艦で一隻のみに止まったが、続く1966年から就役を果たした、朝日、岡田洋石が建造され、半数の2隻は、川崎重工業者の神戸工場が、その建造を受け負った。以後、この三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場は、現在の最新鋭の太平型に至るまで、日本の海上自衛隊の潜水艦の建造を交互に行い、その建造技術やノウハウの蓄積を積み重ねている状態である。近年は、海上自衛隊の潜水艦は、毎年一隻ずつを、交互に、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が建造することが常となっており、22隻体制となったことで、その使用年数も、22年プラスアルファという期間となることが見込まれている。2024年現在、海上自衛隊の潜水艦の中で、最新鋭艦である太平型は、基準排水量で3000トン、満載排水量で推定4300トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルの船体を持つが、これは、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界でも最大規模である。太平型の通常動力型の攻撃型潜水艦としての機関は、ディーゼル機関、リチウムイオン蓄電池とモーターで構成されており、リチウムイオン蓄電池の性能によって、従来よりも、潜航時間や作戦行動半径が大幅に向上したとされている。この太平型の場合、現在の海上自衛隊の最新鋭の潜水艦ということで、最大出力や水中の航行速度等のデータは開示されていないが、同様な機関構成を備える前級の、そう、流型の後期2隻の使用を見ることである程度の推察は可能だ。そう、流型の後期型2隻は、水中での能力値として、最大出力5600馬力、最大速度18ノットという値が公開されているため、太平型では、これに、若干のプラスが行われているものと見る向きが大勢を占めている。こうした機関構成に加えて、太平型は、通常動力型の攻撃型潜水艦として、兵装には、艦首部に、6門の 533mm 魚雷発射艦を備えており、ここから、
対艦戦闘用の18式超魚雷やハープーンブロック2ミサイルを運用する仕様となっている。これらの兵装は、大芸型と同時に運用されている前級の、そう、竜型、前々級の親潮型と同様なものであり、専守防衛を旨とする海上自衛隊の潜水艦として、日本の周辺の主要な海峡で待ち伏せ攻撃を行うことを基としている。大芸型の収益によって、従来よりも、作戦行動半径が大幅に拡張されたと見る向きの一部には、従来の待ち伏せに止まらず、積極的な移動を行うようになると指摘する声もあるが、通常動力型潜水艦の速度では難しいと個人的には思える。原子力推進型の他国の攻撃型潜水艦の水中における移動速度は、おおむね30ノット前後と水上戦闘艦と同等以上の高速を発揮することが可能であるため、移動しながらの攻撃も考えられるが、20ノット前後ではそれは期待できないだろう。こうした通常動力型の攻撃型潜水艦の能力的な限界を考慮して、原子力推進型の攻撃型潜水艦の取得へと、大きく、装備品の調達方針を変更することを決断したのが、2021年以降のオーストラリアだと言って過言ではないだろう。オーストラリアは、2021年9月に、電撃的に、アメリカとイギリスとの間で、新たな軍事的な枠組みであるオーカスを締結したことを発表し、それまでの自国海軍における潜水艦の調達計画を180度転換させることを打ち出した。それまでのオーストラリア海軍は、1996年から2003年にかけての7年間をかけ、スウェーデンのメステルイエトランド級をベースに大型化させたコリンズ級という、通常動力型の攻撃型潜水艦を6隻調達し、運用を行っていた。コリンズ級は、水上排水量が3051トン、水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル、全幅が 7.8 メートルという船体を持ち、主兵装も、6533mm 魚雷発射艦と海上自衛隊で言えば、現在の最古産の親潮型に、ほど近いサイズ感の潜水艦である。オーストラリア海軍は、このコリンズ級6隻の代替を検討し、2016年春には、フランスが提案した同国が開発中である原子力推進を採用した攻撃型潜水艦のシュフラン級、これを通常動力型に変更することを選択した。フランスが開発中のシュフラン級は、水上排水量が4765トン、水中排水量が5300トン、全長が 99.0 メートル。全幅が 8.8 メートルとされているが、原子力推進型の攻撃型潜水艦としては、アメリカやイギリスのものと比較すれば、そこまで大型とは言えない。これを、オーストラリア向けに通常動力型に換装したものは、アタック級と名付けられ、兵装面では、533mm 魚雷発射艦を8門を装備し、アメリカ製の MK48 超魚雷やハープーン追艦ミサイルを、合計で28発搭載する仕様となっていた。オーストラリア海軍では、このアタック級を、合計で12隻調達する予定で計画を推進していたが、前述した2021年9月に、アメリカとイギリスと、新たな軍事的な枠組み、オーカスを締結したことで、その全てを白紙撤回することを決めた。オーストラリアが、フランスとのアタック級の建造計画を白紙撤回した理由は、様々なものが挙げられているが、本国のフランスでも建造計画が遅延気味であったシュフラン級、その通常動力型への換装に疑義が生じたことは想像に難くない。こうしたアタック級の物理的な建造の遅延、原子力推進型を通常動力型に換装するという困難さに加えて、オーストラリアが方針を大きく転換した理由は、南シナ海を自国の支配下に組み込もうとする中国の脅威が現実味を帯びたためとも言われている。